割と1月30日の4時を過ぎましたね。4時1分になりましたけれども、あの、ツイッターとかにトレンドっていうのがありますよね。あの、パソコンのブラウザ t でツイッターとかにアクセスすると右側に出たりしますけれども。 まあなんていうのかな今ツイッター上で話題になってることとか、そんなんで出てきたりするトピックがありますけれども。今たまたまで出てきたのはかなりおもろいな。写真多数。人気覆面女子レスラーがマスクを脱いで素顔の半分を見せた。年齢不詳なのに新成人。<laughs> なんじゃそりゃ。<笑><笑>ちょっとおもろくないこれ。 スターダム唯一の覆面レスラー、スターライトキッドは、2015年のデビュー以来正体不明、年齢不詳であり、同時に今年の新成人だ。<laughs> 年齢不詳ちゃうやん、みたいな。<laughs> 本人の表現を借りると年齢不詳の新成人となるって <laughs>。ちょっとおもろすぎるな。自由だな。自由だな。 でまあ、あの今年新成人二十歳ってことは、2014年ってことは、だから高、高1とかやろ中3とか高1ぐらいでデビューとだろそれはでもありますよね。ありますよね。そのプロレスラーっていう世界では。まあ、あり得ることだと思うんですけれども。おもろいな。年齢不詳なのに新成人っていうフレーズがおもろいな。 まあまあとにかく、いや僕この方初めて見ましたけれども、なんかそういう夢があるんでしょうね。その、プロレスの世界で活躍したいみたいな夢があって、今、まあ、こんだけ取り上げられてるってことはそれなりに話題になってる人だと思うんで、かなりこう、成功してる方じゃないかと思いますけれども。まあ、あのー、 昨日の夜に、ちょっとあの、ある学生さんからメールが来たんですよね。で、その学生さんは僕の授業を21年度受けていた人で、ただかといって僕がその担任というわけでもなければ、僕がゼミの先生というわけでもないので、どうして僕のところにこのメールが来たのかっていう、ちょっと、まあ、謎は謎なんですよ。謎は謎って別に、あの、送ってくるんじゃねえっていう意味ではなくて、あのー、 まあ、たた単純にな、まあ、謎ですね。なんで僕だったんだろうと思ったんだけど、まあ、別に僕はあのなんていうか、来る者は拒まず、去る者は追わずみたいなところがあるんで、別に何か聞いてくれたらあの僕でよければ答えますっていう立場なんで、立場とかスタンスなんで、全然問題ないんですけども、まあ、要するに留学の相談だったんですよね。で、さっきのプロレスラーとどう関係するかっていうと、おそらく多分同じ年齢なんじゃないかと思うんですよ。まあ、それだけなんですけども。 でまあ要するにこのこの春休みにフランスに留学しようと思ったらまあ、日本でいう第6波は来ていてこれあのヨーロッパでも結構今やっぱまあガーって増えていってるんですよねそのコロナの感染者数とかねなんでその留学しようと思っていた学校から多分来るなって言われたっぽいんだなそのキャンセルになりましたとか言い合っていやかわいそうだよなまあやっぱりその 何ていうか留学に適している学年というか時期ってのあると思うんですよねその4年生になってから行くっていうのはやっぱ就職活動に対する影響っていうのは出るでしょうからねだからまああの2年生が今終わって3年生になるタイミングなんですけれどもその人はねそういうタイミングがまあ一つのいいタイミングだったのは事実だと思うんでそのタイミングで行けなくなる可能性が今あるっていうのはかわいそうだよねただ じゃあ、あのー、行けなくなりました。残念で終わっていいかっていうと、それはやっぱ違うんじゃないかなと思うんだよね。別にそういうこと本人が言ってきてるわけじゃないんだけどさ。うーん。つまり、あのー、そう簡単に諦めるなってことですよ。なんか、なんか変なこと言ってるけど。変なこと言ってるかもしれないけどまあ、フランスに行けなかったとしても、 まあフランスに行った方が、例えば学習効果が高いとかね、そのフランス語に触れる、フランス語に浸れる時間が長いのは確かですけれども、まあ日本にいる方がそういう意味ではその学習効果は低いのかもしれないけれども、でも日本でできることってあると思うんだよな。日本にいながら、あるいは日本にいながら、一人ででもできることってあると思うんだよな。 だから今回のチャンス、今回のチャンスというか、今回が、この機会がダメだったとしても、この先の機会につながるようなことを、やっとくっていうことは必要なんじゃないかなうーん。まあなんか少し、うん、なんかへこむ気持ちの方が先に来るかもしれないけれども、少しね、あの、次のことも考えて、その先のことも考えてね、 あの積み重ねっていうのかな、やってやってくれるといいなって思いましたね。うん。このプロレスラーの人がね、ものすごい自由なんだけど、やってることは自由なんだけどね。でもね、なんかその、ちょっと一瞬記事読んだだけですけれども、なんかすごくね、自由にしている裏側に、ものすごい努力が見えるんだよね。なんか努力した感じが見えるんだよね。そんな体とかもすごい筋肉なんだよね。 ちゃんとした筋トレとかをして基礎体力をつ,くっつけてるっていうことだと思うしねそりゃあやっぱり売れますよ体の動きが悪かったらプロレスラーは全然売れないんでねもちろん怪我したらもするんでねだからちょっとそのこのレスラーの人とこの留学の相談をしてきた人を同じように、あのー、話すっていうのはちょっと違う違うのかもしれないけれどもでもちょっとコツコツツしたコツコツとした努力をすることで将来開ける 道っていうのもあると思うんでね、ぜひ頑張ってほしいなと思いました。じゃあまた。